さあさあさあ始まりました。本日も東さんと今日はたぬきさんと一緒にお送りする公式サーバーで生き残る元祖サバイバルラストのお時間がやってまいりましたよということで、昨日の生放送をお越しいただきました皆様ありがとうございました。生放送中にね、硫黄を掘って準備して、で今から収録なんでございますけれども、このね、掘った硫黄が、ね、全然湧いてなくて、ちょっとしか掘れなかったですね。ワンラージいけなかったかな。なんで、まあ、今回はもうその掘った分だけで頑張って、弾作ってきました。なのでロケットが6発と、あと炸裂が、4スタック、たぬきさんが3スタックぐらい炸裂持ってるかな、まあ、なんでちょっと今回はね、控えめに2人です控えめにちょっとレイド行きたいなと思います。あ、ここいいですね。ここにしましょうか、たぬきさん。ここ行きましょう。ここどうです。これはこのぐらいのサイズ感ちょうどよくないですか。あー、いいでしょう。とりあえず石壁も一応30、40枚ぐらい持ってきました。でこれ貼って、じゃちょっとパッと貼っちゃいましょうか。もう2人なんで、もうこれはちゃんと石壁きれいに巻いとかなかんですね。1に石壁、2に布団、3しがなくて、5にタレット。タレットは持ってきてないです今日もうね、まあ、アイテムがなさすぎる拠点に今なんで、もう本当はもう絞り出して持ってきた感じだから、もうなけなしの炸裂となけなしのロケットで、もうなんかすげえ心細いですね。ロケットの6発しかないってなんで今回はちょっと何て言うんですか、好き放題撃つわけにはいかないんで、ちょっとコスパよくね、今回はエコレイドしたいと思います。でエコレイドして、まあできれば、まあアイテムそんなに期待できないかな、大きくないんで、まあできればね、アイテムがっつり持って帰りたいとこなんですけど、まあね、ワンチャンね、これジャイピーの近くなんですよ。ジャイアントピットの近くの拠点なんで、まあガチ勢だったらちっちゃくても中身はしっかり詰まってるはずだろうと思います。おー、でもなんか作りがなんかな、中途半端ですもんね。おー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 、デカコブデカコブ、チカ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 、あ、気づいたね、あ、通り過ぎた、あー通り過ぎたか、セーフ、いやまずいよ、ナミさん。曲がった、あ、着陸してるよね。まずいね。ちょっとまずい。これちょっとまずいね。まずいよ。ちょっと急ぎますわ。ちょっとこれはなる早だな。危ねえぞ。よ、ちょっと待て。石壁を巻くときなんですけど、よく質問をいただいたので、ちっちゃい規模の拠点は、だいたい40枚あれば、一周巻けちゃいます。30枚だとちょっと足りないかな。まあ、だいたい、白石が、2ラージ分、2ラージあれば、だいたい30枚40枚ぐらい作れるんで、まあ、目安はそんな感じで石壁練って、レイド来るとより安全に、まあ、漁夫対策にはなるかなっていうのがあります。でだいたい漁夫は、まあ、ここのところも最近ずっとそうなんですけど、漁夫に来る人たちは爆薬系持ってこないんですよ。炸裂とかロケットとか、そうそう、なんで、まあ、普通に武器とか、まあ、装備を揃えては来ますけど、なんで石壁で一周巻いてると結構諦めて帰ってくケースが多いですね。なんで、まあ、より安全にレイドをしたい方とか、まあ、バンディとか私みたいであんま得意じゃないよって方は、まあ、石壁きれいに巻いた方がいいかなと思います。でタンス柱をだいたいこう、この、まあ、今のぐらいの、今回のぐらいの拠点の大きさのサイズで、ちょ、やべ、バトヘリ来てる、バトヘリめちゃくちゃバトヘリ近いけどで今ぐらいの大きさの拠点のサイズにタンス柱を周りに置いてる拠点は、タンス柱があるとだいたいそれで、60枚70枚ぐらい、70倍ぐらいですね、約の、サイズが必要になるんで、その時石壁を巻こうと思うと、タンス柱があったらだいたい、まあ、70、80枚は持っていった方がいいか、ブランかなと思います。巻き始めて足りないっていうのが一番しんどいですからね。でなるべく平らな拠点の方がいいですね。凹凸があるところとかだと結構巻くのに岩があったりとかすると、こう余分に石壁使ったりするし、うまく隙間が空いちゃったりする時があるんで、なるべく、で今回みたいなこう砂漠のこう平らなところはすごい一番巻きやすいですね、なるべくね。で今回ももうちょっとで負けるんですけど、ちょっとバトヘリとデカヘリがもうなんかあっちもこっちも来るから、ちょっとこれ石壁に集中できない。よしもう負けるんじゃないですか。もう負けるんじゃないです。どう、今回行く、これほらあ、ちょっとね、微妙にサイズ感、うわ、あ、微妙に足りない微妙に足りない、あー隙間空いちゃった。あ、でもまあ
でもまあ通れない。通れないからいいっすわ、いいっすわ。オッケーオッケーオッケー。結構ぐらい、結構ぐらい、結構ぐらい。打たれるけど、隙間から打たれるけど、中に入ってくることはできないので、よし、オッケーでしょ。オッケー、オッケーにしてください。よし、じゃあ石壁巻いたんで、これちょっと一安心ですね。今回の拠点は、こんな感じか。まあ壁とか天井抜きたいとこなんですけど、今回装甲板が1個でも出てきたらちょっともうおしまいなんで、あーいやもう完全ここでしょダンス2×1 の四角を三角で吹かして周りを拠点を大きくしてったって感じの拠点ですね。わかりやすわかりやすわかりやすいな。いやでもね、ところどころ鉄で、あ、まあ石のところは吹かしなのかな。まあここでしょうね完全に。まあ、ちょっと爆薬余裕があったら天井から行きたいところなんですけど、もう今回は本当にね、装甲板だけ出てきてほしくないな。出てきたらもう完全チーンだからねこれ僕ら。いや少ないんで火薬が。いやまあ入り口から行こう。いやまあ安牌で入り口から行きましょう。石壁とかここら辺とか抜きたいんですけど、もう安牌で行こう。こっちなんだろうな、土台の形上がってるから多分これ製油所っぽいですよね。製油所を後付けでつけたみたいな雰囲気出てますね。よっしゃ、じゃとりあえずじゃあまあ入り口からあのコソコソやっていきますか。いや2人だしね今日ね。たぬきさんもう前回のレイドでね練習して今回まあソロじゃないですけど、え一人立ち。あ、寝袋ナイス、ありがとうございます。ちょっと寝袋引こう。寝袋、いやちょっと待って、石壁ギリギリに引いたから寝袋置けないんじゃないこれ。置ける置ける置ける、よし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 、置けた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 。タミさん置ける置ける置ける、置けない、置けそう、あ置け、ナイスナイスナイス、ギリギリセーフ。よしよし、じゃあ早速抜きに行きますか。じゃあ行くぜ。よし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 、あれちょっと待って、炸裂になってたこれ今、あれ私今炸裂でした、おや、おやおや、ああ炸裂だ炸裂だ、ああ炸裂だ。よくある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 、あオッケー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 、バンキーなんかね、炸裂久々なんですよね、久々。あ抜けた、あともう一枚ですね奥。いやもうさ、最近ここのとこずっともうロケットでレイドばっかやってたからちょっと感覚がおかしくなってるやっぱり感覚おかしくなってる。いやね、初心に立ち返ってね、コンポ爆弾持ってくるよかった。いやコンポの方がね逆に危ないからね、音めちゃくちゃうるさいから。はいはい、炸裂行こう炸裂で。いやね初心、ああ開いた開いた、奥はおおおおおおお、チェスト来たチェスト来た、もうチェスト来た。あーでも左側が装甲板の片開きドア来ましたよ。あーあーあちゃ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 、あーショッタレは、あータレット系は大丈夫、あ違うな、上にちょっと待って、ミニコップ来た、嘘来た、ちょっともうやめてよ、漁夫が周りに飛んでる、ある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 、ショッタレショッタレあります、ショッタレショッタレあります、ショッタレあります、これ食らう食らう食らう、食らうね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 、これもう飛び込みますか、飛び込みます、飛び込みます、いきますよ、はいはい、おーしよ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 し、セーフ、お、やば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 、削岩機めちゃくちゃある。美味しいぞこれは、美味しいぞこれ、絶対美味しい、この拠点、この拠点絶対美味しい、削岩機がいっぱいあるってことはもうすでに絶対美味しいはず。はい下は、おーいいよ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 、豆缶と歯車、はい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 、こう期待持てますね。上は奥、あ、石、俺筒がある、ロケ筒、やばいやばい、胸当てとメタルマスクあった、いやこれはガチっぽいな、ここの拠点ガチ勢っぽいっす、ちょっともらいます。もらいます、ちょっとこの奥のチェストもちょっと見たいですね、この奥、いやこれは絶対うまいっすよ、絶対うまい、これちょっとこれ壊しちゃって奥のチェストだけ見ましょう。もうこの外面の周りのところにチェスト、あーこれ空ですわ、奥は空でした、あーにもうメタルが飛び出てるってことは中絶対、うーわ硫黄焼いてる焼いてる硫黄焼いてる、タミさんこれは絶対熱いよ、熱い絶対熱いわこれ、ちょっと頑張りましょう。これ装甲板これいける、これで6発だからあと5発、ロケットあと5発です、とりあえず3発ぐらい入れればいいか、あとはで炸裂でちょっと調整しましょうか、どうどうどう、今いくつ、あー減ってる減ってる、あと半分ぐらい、だから3発かな、ちょっと
もったいないですよね。ロケット6発で、こういう時に限ってロケット持ってきてないもんね。あーあとちょっと、あとちょっと、ちょっと、あとちょっと。もうあとはもう、炸裂でいきますか。炸裂で抜きましょう。もったいないもんね。まだ、まだ大丈夫でしょ、まだ。まあ、問題はこれが開いた次だよね。これが開いた次で、また走行板来たら、はい、開いた。この奥よ。この奥がどうなってるかが重要。おお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 おいやじゃあとりあえずもうロケットを真ん中に打って両方割るしかないですね。両方に爆破ダメージ与えて削るしかないですね。これはうわー今回タンス到達できないかもしれんすね。ダキさんとりあえずやるだけやりましょう。打つだけ打ちましょう。全部打ってからいきましょう。いきます。はい一発少ない。心もとない2発あとこれラストね。ラストロケット。はいはい行くよ。よいしょ。いいオッケー。あとはもうあとはもう炸裂だよ。もうあと炸裂。はいどう。あでもまあまあ減ったな。あ扉まあまあ減った。ナイス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 。綺麗に減ってるわ。これならちょっといける。ここ開いた先だよね。問題はここ開いた先がどうやねんって話。あーどうもうあとちょっとあとちょっともうあとちょい。はいはい、オッケー。割れた。さあ、来るぞ。どうだ、倉庫版が。いやー、倉庫、バンか。いや、チェストある、タミさん、チェスト、発電機ある。タレントがあるわけでもないしな。発電機が置いてある。いやー、倉庫版かー。これはどうする。これ、とりあえず布団壊して。はい、壊れた。で中は、ちょっととりあえず見れるかな。あ、見れる。はい。おお、いいよ。鉄鉱石。おおおおおおお。メタルマスクめちゃくちゃいっぱいある。やばい。おお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 。ここ、ガチ勢だ。絶対ここガチ勢。やばいぞ、たぬきさん。これはやばい。これ、期待持てますね。この右側の。いやー、でもこれで、あ、割れましたね。これでこの先がすっからかんってことはないんですよ。絶対扉あるはずなんで。うーわ来た、また走行板。あと炸裂どんだけあります。私あと2作ぐらいです。タミさんも1作ちょっと。うーわーこれでこの先だって四角が続くでしょ。だから最大だと1枚両開きの走行板来る可能性あるんで。いやこれはどうする。まあ一応でも修理であるんで、修理台で一応修理はできるんで、ただでも、まあ、とりあえず抜くだけ抜きましょう。なくなる、とりあえず炸裂が全部打ち切るだけ打ち切りましょうよ。まだか、もう弾がなくなりそうだけど、まだ、おお、開いた、あ、3ベンチ見える。3ベンチ見えるよ。3ベンチが見えてる。ああ、しょったれ。ああ、3ベンチ見えてる。3ベンチ見えてる。しょったれある。痛い。もうちょっと打っちゃいますわ。打って壊しちゃいます。そう、炸裂もったいないですけど、もうこれはちょっと時間がかかりすぎてるんで。よし。あ、じゃあまだもうちょい。ああ、もう一個来るかなって、もうチェストも見えてるんですよ。いい位置にしょったれ置いたらな。オッケー、壊れた。さあ、行くぞ。せーの。はっ、おー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 おおおおおおお、寝て3人仲良く寝てる。3人仲良く寝てる。やばいって、これ絶対やばい。おー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 、メタルマスクまた来た。低質燃料もナイスです。おおおおおおおいいよ、来た。 AK 炸裂も来たよ。またやばい。大当たりや、たぬきさん。大当たりで大当たり。やべえ。痛い。これはやばいよ。ちょっと、とりあえず起き上がったら怖いんで、それ。倒しとこう。やべえ。ちょっと待って。落ち着いて。あ、ちょっと待って。持ってた AK。
飛び出ちゃったこれはやばいですね。じゃあちょっと先にタンスいただいておきましょう。扉蓋したいもんね、早くね。そうね、ちょっと舞い上がっちゃダメね。じゃあいつものいきたいと思います。タンタンスいただきました。ありがとうございます。よし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 、ヤギさん大黒字です今回。やばいわ、炸裂。まだ持ってるよこの人。やばい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 。タンスの中は、うわースクラップ2000超えで常勤が、常勤いくつあった今。1,2,3,4,600超えで、さっきのチェストに200ぐらいあったから800ぐらい常勤。やばいわこれ、震える。この硫黄と火薬震える。うますぎる。はい、ということでドアも閉じたし、アイテムも整理終わったんで、いや今回はねもうね最小の火薬で最大の利益が出ましたね。たぬきさん練習した甲斐がありましたね。たぬきさんもということで今回のレイドは見事大成功でございました。これでねドヤ顔して拠点に戻りましょう、みんなのところへということでここまでの動画のご視聴ありがとうございました。最後高評価チャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画、次回のシリーズでお会いいたしましょう。お楽しみ様でした。